前回のあらすじ。3枚目さあ2枚目さあ坂本を求めて第3回となりました。皆さんこんにちは。こんにちは。いや全然ね坂本が手に入らないんでね、今回は最終主題に出たいと思います。現在ねミキサーというものがありまして、こちらどういうものかと言いますと、はい、選手を何人か投入すると別の選手が1人だけ手に入るということになりますね。で普段は A と S それぞれのランクがありまして、はい、まあA ランクを3枚入れれば1人出てくる、 S ランク3枚入れれば1人出てくるってことなんですけど、はい、今期間限定で5人投入すれば自分の好きなチームを1人出せるということで、こちらの自チーム確定をやっていきたいと思います、はい。でまあ、もう A ランクの自チーム選手が出るというのは分かっているので、欲しい選手のランキングをねつけておきたいと思います。まあ、一番欲しいのは、ね、坂本なんですけれども、まあ、まだ持ってない相川もまあいいかなとは思ってます。一方でねまだ持ってないんですけどポレダはもう先発ピッチャー結構いますので、まあ、まあいらないかななんていうふうには思っておりますね。持てる選手の中でもライトのスタメンの亀井はまああってもいいかな。で中継ぎで使えるマシソンと高木はまああってもいいだろうと重ねられるんでね。杉内はねピッチャーまあそんないらないかなと思ってます。で太田はですねセンターのね今 A ランク長野を育ててるとこなので、もうこれが出てもね控えにしかならないので、正直太田はいらないと。まあね今はこんな感じでね自分の中で順位を決めてミキサーに挑んでいきたいと思います。まあでもやっぱりね坂本を何としてでも手に入れたい、そんな風に思ってます、はい。でね今 A ランクの選手はこれだけいますので、レベルがマックスになってる選手はもったいないので使わずに、うん、あのレベル1の選手でなんとかやりたいなと思います、はい。ね、まあ、だから今10人のね A ランクの選手いますので、いかにはねミキサーできるのかなと思ってます。これこの5人でね坂本を狙っていきたいと思います、はい。ではゼロ坂本もお願いします。これはねでかいです。5人の選手を消費しますからね。そう画面は普通ですね、契約書と同じような感じです、はい。さあ来い、太田だ。来ちゃった5人やったのね。まあね、もう一回いきます。もう一回今日取り出してください。これがラストチャンスになりますよ。また5人消費するの、はいはい。一気に A ランクの選手が10人もいなくなってしまうというのは恐ろしい。もうこれだけね、願い込めるんだからさ、頼む出てもください。坂本どうぞ、頼むお願い。こんなに虹色なんか景気ですね。調子くん出て出る、調子くんは出ない S ランクだから。あ、そっか、来い来い坂本これだー、よりによって持ってないけど別に一番投手いっぱいあるもんね。あ、どうしよう、レベルマックスの選手使ってやろうかなこのまんまじゃ終われないからいやでも坂本取らないと動画的に終わらない課長か。ああでもなー、レベルマックスはねー迷ってる。どうしますか。ね、S ランクを強化したりとか、うん、そういう時の特区にも使えるからな。ああ、そっかそっか。決断を。いやーでもなら60まで育てるの結構大変だったから、やめます。だよね。ああそうですね。わかりました。ちょっと冷静になって。冷静になりましょう。またそうですね、V ロードとかで手に入れようかなと思いますはい、もうまあね、いやミキサー、いやでもやめてよかったと思う、うん、ミキサーね皆さん気をつけてください。はい、これなかなか手強いね。手強いですよね。というわけでね、また坂本の獲得は次回に持ち越したということでいつまで続くんだこの企画